人の少ない方で下手くそに強かった。唐突に鳴り響く僕を呼ぶ分け目の音、見慣れたその泣き顔、しばらくは見れないね。ああ声がさえ切られてゆく、芽吹いてぽりで伝える、いってらっしゃいのサイン。少しずつ昨日のビジョン、右と左。